2年後、戦いの場は惑星ヘルガーンに移行しました。位置情報取得中。座標確定、惑星ヘルガーン。放送を受信。2年間で大きな変化がありました。共に侵略者たちを故郷から追い出し、ヘルガストが始めた戦いを終わらせるための艦隊を組みました。彼らの本拠地であるヘルガーンで、我々はヘルガストの脅威を永遠に葬る構えです。我々は敵の防空戦力に激しい抵抗を受けました。犠牲者は今後も増えることでしょう。ですがまだ終わりではありません。ヘルガストに正義の鉄槌を下し、共に勝利を手にしましょう。メッセージを受信。綺麗事を抜きにすると、この侵略は開始前から失速していた。敵のアークキャノンとやらは巡洋艦を撃ち落とせるほどの威力を誇る。艦隊が攻撃できるように誰かが防空網に穴を開けてやる必要がある。出番だな。イントルーダーで可能な限り接近し、グライドスーツで侵入しろ。カレルが同行し、脱出用の回収地点を確保する。この侵略はヘルガストの方も予想してくる。警備は固いだろう。侵入したらパラボラアンテナをハッキングして制御を艦隊に渡せ。砲台を使ってヘルガストの巡洋艦を叩く。付けを払わせてやるんだ。終わったらイントルーダーで回収してやる。ベクタでお前とイワノフがやってくれたことでここでの株が上がっている。しっかり元取るぞ。
し始めた。大使も対象だ。グレイが部隊投入を急がせるわけだ。いい方だ。端末機器を両方ハッキングする必要がある。準備は万端だな。端末機器のシールドを解除する方法を探せ。ハッキングしろ。そうだ。クソ、警報が鳴ったぞ。よし、もうすぐでファイアウォールを破れる。
末機器をハッキングしてくれ。作戦が遅れている。時間を
タンを探せ。いいね、こいつは見物だぜ。おしまいだ、ヘルガストさんよ。片付けろ。